森友和2月28日から1959年1月23日は日本海軍の軍人。総監の名手と言われ太平洋戦争において従順洋艦、羽黒艦長として歴戦。後、第一水雷戦隊司令官を務めた海軍少将である。従順、羽黒石川県出身。父は第三高等学校や京都市中の校長を務めた。 森外三郎である。草加龍之介は石川市藩学校付属小学校の同級生であった。京都市中を経て海軍兵学校42期を117名中62番で卒業した。森は水来学校高等科学生を修了した水来科専攻士官である。大尉で有明区畜官長、足蘇区畜官長に就任して以来六官の官長。 二体の駆逐隊司令などを経て、ハグロ艦長として太平洋戦争を迎えた。第二艦隊に属し南方攻略戦に参加。スラバヤ沖海戦で武訓を挙げたほか、三五海海戦では MO 機動部隊、ミッドウェイ海戦では攻略部隊の一員として参戦している。1942年11月少々へ昇進し、第一水雷戦隊司令官に就任。 北方部隊に属しアッツ島への輸送任務に従事中、アッツ島沖海戦は正規。一水戦は来撃を行ったが命中せず、その指揮には批判がある。2月あまりの治病に倒れる人。後任はキスカ島撤退作戦を成功させる木村正富であった。1年近くの療養を経て、 横須賀海軍交渉嫌い実験部長後練習戦隊司令官を歴任して終戦を迎えた。スラバヤ沖海戦は太平洋戦争において水上艦艇のみで行われた最初の海戦であった。戦闘は日本海軍の勝利に終わったが戦術的には批判がある。1942年2月27日、ハグロワヒル戦で手砲弾を永住順。 エクセターの機関室に命中させ連合国艦隊を混乱に陥れる。また、ハグロが発した魚雷は、ラク駆逐艦、コルテノールを撃沈した。引き続く野戦では、両艦、ナチと共に発射した魚雷が、ランケジュンデロイテル、ジャワに命中資料艦を撃沈している。3月1日、クラガン上陸援護中に、エクセター及び、駆逐艦2隻と交戦。 従巡四隻を主力とする日本海軍部隊は3、艦を撃沈した。ミッドウェイ海戦後の撤退にあたり、ハグロは、病光、第9駆逐隊と死体を援護するため牽制行動を取る。このサイモリは20日以上の間環境から離れることなく指揮に当たった。部下の尊敬を集めていたが、やかまし屋でもあり、恐れられていた。相関技術には定評があったが、 その技量を生いし部下を救った話が伝わっている。養生補給をしていたハグロが航空機の襲来を受けた際、兵がガンから落下し、失神状態となった。森はシカンに海へ飛び込めと命令。40分の戦闘後、シカンと水兵のいる海上の一点に艦を停止させ二人を救出した。ありがとうございます。